基本的には人と会わない、できるだけ会わないようにしてますよ。だからほとんどだから自分の中の過去というものを捨てて、全部成功哲学というのを自分の意識の中、まあ、逆に生まれ育った時からその環境でしか育ったことがないぐらいの自分の、自分を作るための学びをしたっていう感じです。過去の自分と現在の自分のさ、ものを大切にして生きていく自分ってもう将来決まってるからね。まあ逆に電車に乗って、自動運転でレールに引かれたまま生きていくような人生だからね、可能性を閉ざしてるよね。だって今の現時点がさ、特別な自分じゃないってことはさ、もう特別じゃない自分を選択していくことを決めてるのもんだからね。そういうことですね。ということは、まあ、環境も人も自分の過去の持っているものも捨てた方が早いね。はい、まあ、全部やっぱりこう変わりたいんだら、もう全部変わる自分になるために過去を捨てるってことだよね。あ、なるほどね。まあ、過去を大切にっていうのもあるんだけど、1億円の宝くじの当たり券をもらってあそこに行ったらもらえるったら、雨でも雪でも、例えば靴が履かなくても裸足でも絶対もらいに行くっていうのと一緒ですよ。はいはい。欲しいという目的があれば、どんな状況においても人は行動するわけじゃないですか。コントロールできないというところ、まずはコントロールできるところから始めていくと。早速ですが、井上先生にご登壇いただきたいなと思います。ということで、井上先生、こんばんは。はい、こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご無沙汰してます。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。今日はお越しいただきまして。いえいえ、どうも大丈夫です。お元気でしたかっていうのも失礼ですが、もうめちゃめちゃ元気そうなんですけど、いつも。そうですね、今年還暦ですからね。この間還暦のお祝いを皆さんにやっていただいて、うわー、そっかー、すごい。もう還暦を迎えられているもん。でももうあれですよね、もうすごいペースでまだ本出されてますよね。今年は6冊かな。いや、今年は6冊ってすごいですよね。6冊、そもそも年間で15年で80数冊かな。すごいな、15年で80数冊ってことは、もう年間でいくと相当やっぱ10冊ぐらい出された時もあったってことですね。結構 4,5 冊は出してますよね。すごいペースで出されてますよね。まあ、依頼だけだからね。自分で企画書いたことないからね。ああ、なるほど。いや、そうなんですよ。いいですよ。本業はあれですよね、歯科医師として、もうお医者さん。普段病院で普通に80人ぐらい、はい、見たりとか、まあ、さっきも これ始まる前に、東京医科歯科大学の講義があるので、その講義の収録をしてたんですね。はい、あ、そうなんですか。そうなんです。はい。今もあれですよ、帯広の方で月曜日から金曜日まで普通に診療されてるって聞いたんですけど。そうですね、月曜日から金曜日までだいたい1日80人弱ぐらい診療してる。すごいですね。で、それで毎年5、6冊ペースで本出してるっていう。そうですね、毎週末東京に。あ、毎月、まあ、東京、うん、まあ東京だけとは限らないんですけど、まあ、基本東京ですね、来てですね。すごいですね。じゃあ基本的に毎週末、東京に来て、まあ、月から金までは勤務して、まあ診療してみたいな。まあ今まで木曜日に来てたんですけど、ちょっと勤務医の先生今ちょっとまだ来たばっかりなので、金曜日のまあ最終便とか金曜日の午後から来て、月曜日の朝一便の飛行機とか、だいたい10時半から仕事できるんですけど、そしたら10時半から仕事して、また金曜日から東京来て土日っていう感じですね。すごいですね。寝てらっしゃるんですか、井上先生は。それは僕はね、短時間睡眠なんですよね。あ、そうなんですか。1日3時間寝れば十分なんですよね。すごいですね、それは。じゃあ、ショート、いわゆる。決まってるんですよね。あ、ショートスリーパーなんです、いわゆる。ショートスリーパーなんです、全然。ああ、それはもう昔からですか。昔からだね、割とね、睡眠少ないの平気なんですよね。あ、そうなんですね。うん、いや、それでこう今まで、15年で80冊も出されて、累計今130万部っていうふうに伺ってるんですけど、うん、ずっと130万部って言ってるから、多分140字になってんだと思うんですよ。だいぶ数えなくなるんだよね、あの辺、その辺になると、もう分かんないんだよね。そうですよね、なんか100万部超えたらないぐらいから、もう分かる、わけ分かんなくなりますよね、多分。うん、まあ、もう自分で言ってるだけだと思う、みんな。いや、でもすごいバイタリティだなっていうふうに思っていて、うん、まあ、それだけね、はい、1日まあ80人ぐらい、平日、まあ、かける、ね、はい、平日5日間あると思うんで、まあ、診療していろんな人見ながら、はい、で週末東京に来て執筆活動とか講演活動とかされてるじゃないですか。はい、で、このライフスタイルは何年ぐらい続けてらっしゃるんですか。まあ、出版して15年だけども、はい、
東京って北海道帰って30年、開業して30年になるんですけど、開業してすぐからもうセミナー月に、まあ、年間100日くらい行ってたので、まあ、30年間ぐらいまあこんなスタイルですよね。すごいスタイルですね。いや、本当にそのバイタリティの秘訣をちょっとまず、うん、なんか湧き出てくるんですか、そのもうなんかパワーというか、疲れないんですか。うん、まあ、だけど宇宙人的な体力とか言われてるね。まあまあ今日もだって東京に着いてすぐジム行ってましたから。はい、あ、そうか、なんか結構僕もちょこちょこ井上先生のインスタとかも拝見してるんですけど、大山俊吾さんのところでキックボクシングやられたりとか。あ、そうですね。パーソナルジムを週、はい、まあ基本的には週2回。わ、それから週1回大山俊吾さんとボクシング。で2週間にすると2時間のピラティス。これが大体ルーティンですかね。まあ、基本的にはそういうふうにしてます、ね。なるほど。いや、週3回トレーニングか、まあ、週4回トレーニングしてる。やばいですね。すごいですね。どうやって、ね、時間の捻出されてるのかなとか、まあ、本当にいろんなことを伺いたいなってすごい思うんですけど、はい、その時間の捻出ってどうやってされてるんですか。結構週に4回運動って半端ないと思うんですけど。まあ、だけど、まあ、そんなことないんですけど、まあ、自分でやるべきことに集中してやって、はい、あとはまあ仕事をその他で入れていくっていう感じかな。あ、なるほど。まあ、だから自分の絶対的な必要条件のものは絶対にそれはなんか仕事が来たから譲るとかってあまりしないんですよね、基本的に。だからまあそれ以外に仕事を入れていくっていう感じ、はいはいはい、それじゃないとまあルーティーンで継続してできないので、ね、あ、確かに、なんかその辺の多分任していくとか、その仕事をリリースしていくっていうところのセンスが多分すごい井上先生って高いのかなって聞いてて思うんですけど、はい、その中でなんか自分がまあ最悪やらなくていいこととか、まあ、外注できることとか、誰かに任せるものは任せて、なるべく自分のクリエイティブなこととかやるべきことに集中してるってことなんですけど、井上先生の中でなんかこれだけは絶対に譲れないっていう仕事とか、なんかクリエイティブな作業とかって、なんか例えばいくつがあると思うんですけど、まあ、その中ですごく重要視してるもの、特になんか譲れないってことはないよね。あ、まあ、別になんだろう、ね、まあ例えば、うん、その譲れない、まあ診療は自分がしなくちゃいけないっていうのはまああったりするものもありますけど、はいはい、基本的になんか譲れないものっていうのは基本的にないかなっていう感じ。ただ自分のやっぱり体管理とか健康管理に関するものは、うん、まあ、譲れないとは言うわけではないけど、基本的にはそこは大切にしてますよね。うん、なるほどですね、うん。自分に対して関わることは割 と、まあ、譲れないっていうのが主体的に取りながら、仕事に関しては自分じゃなくてできることがあればそれは してもらうっていう形をしています。なるほど。じゃあ結構やっぱ自分を大事にするというか、自分のパフォーマンスを、まあ、生産性を高めるために自分をすごくいたわるとか、リカバリーするみたいな、その自分の状態を保つっていうことに対してすごく時間とか意識を向けてらっしゃるってことですよね、きっと。やっぱり要するに自分に対する自分の自分への投資っていうのが、自分の価値を高める時間にすごく、まあ、労力を使う。だから例えばそれ以外は、まあ、仕事をしていくのと同時に仕事をしていくんですけど、基本的には人と会わない、できるだけ会わないようにしてますよね。あ、なるほどね。だからまあ何か会合に行くとかね、うんうんうん、食事会に行くとか、個人的に何か特別な、はい、なんかこう誰とでもこう会うとか、そういうことはしないですね。だから例えばセミナー講演会終わったら懇親会は、まあ自分のあるものは懇親会出ますけど、基本的には懇親会出ないで帰りますよね。あと自分の講演でも、講演終わって質疑応答が終わったらそのまますぐスタッフがタクシー用意してくれてるのに、タクシー用意して帰るので、その後残ってまあ、講演会場で人と話するってこともないですよね。なるほど。でコーチングっていうのもしたら、コーチング以外の時間は先生少しいいですかっていう時間を割いて接するってことがまずないですね。だから仕事の時間は仕事で、ね、仕事の時間を仕事でしか過ごさない、それ以外の時間を個人的に何かセミナー受講してくれた人とか、コーチングしてくれてる人と何かちょっとお会いしたいのでとか、誕生日があるのでとか、そういうのは一切さ、うん、なるほど、徹底されてますね、その辺のね、距離感というか、人との。そうですね、うん、だから、基本的には何かお届けしたいという時も、郵送はしてもらうけど、直接もらうことはないです。なるほど。うん、いやー、すごい徹底されてます、すごい勉強になります。
僕はついついなんかその人と会っちゃう性格なので、なんかそこもすごいなんかすごい学ぶべきポイントがすごいあるなっていうふうには思ってたんですけど、うん、だからもう会うときはまあ、まあ、追えません、守護さんのねお誘いとかたまに受けたりはしますけど、はい、まあ、特定の人の集まりの時に、はい、まあ出ていくっていう感じですかね。うん、なるほどですね。もう井上先生といったらやっぱこうね、成功哲学というかこう世界初のジョセフ・マーフィーのトラストのコーニングランドマスターということだったりとか、はい、もうその潜在意識とかね、まあ、意識学の本当にプロフェッショナルだと思うんですよ、はいはい、こういうそういった学びっていうのはいつ頃からされてるんですか？これはね、まあ、どちらかというと、はい、僕は事故にあった経験の時に、うん、初めて成功するためには成功する考え方があるんだって初めて知ったんですよね。それまでは、まあ、大学出て、大学院に行って、博士号論文を早く取ろうということと、まあ、一流の、まあ、医師になりたいということで、医療系のセミナーを世界中行ったりとか、まあ、本読んだりしてたので、まあ、医療系以外のものに対して目を向けることがまずなかったんですよ。まあ、0か100なので、どちらかというとそっちに行ってたってことですね。ただ、事故に遭った時に、あ、成功するには成功する考え方がないと成功できないんだと思って、まあ、それは結構逆に0か100だったので、すごい衝撃だったんですね。ということは僕は成功できる考え方を勉強してないってことは成功できないんだなと思ったんですね。なるほど、なるほど。だから人生の逆境で成功するためにはまずここの勉強からしようと思って、はい、そこから徹底的に今度は0か100で勉強し始めたんですね。すごいですね。本当0、100でやろうとしたらもう徹底的に学ばれるってことですよね、きっと。そうですね。世界初ですもんね、グランドマスターも。そうですね、うん、世界初だし、まあ、特にその成功哲学学ぶんでも、はい、まあ、国内のものじゃなくて世界中の人が勉強している世界のグローバルなものを勉強した方が世界どこ行っても自分の価値が意識がまあ通用すると思ったんで、そちらを勉強していったって感じ。だからほとんどだから自分の中の過去というものを捨てて全部成功哲学というのを自分の意識の中、まあ、逆に生まれ育った時からその環境でしか育ったことがないぐらいの自分の自分を作るための学びをしたっていう感じですね。なるほど。ですだからその辺本当にこう手放すというか潔がいいなってすごくいろんなところであのいろんなお話で随所随所感じるんですけど、やっぱり今までの自分の生きてきた過去とかをやっぱりこう捨ててあの新しいものを吸収していくっていう、この本当ゼロ100というかそういうふうにこう手放していくとかっていうのがすごく多分お上手なのかなってすごく感じるんですけど、それができない人も結構多いなと思うんですよ、やっぱり。うん、なんか今までこうだったし、この連続できたからこれが自分の成功だっていうふうに思い込んでしまって、うん、なかなかそれを手放せなかったりとかして、うん、新しい学びを吸収できなかったり、なかなかいいと思ってても、うん、そこにこうチャレンジできなかったりする人って結構割と多かったりするのかなと思うんですけど、うん、なんかもう井上先生の場合は割とそういうのをパッと聞いて、まあ、これだと思った時にこう100ゼロで突っ込むみたいなところ の意識が強いですよね。過去の自分と現在の自分のさ、ものを大切にして生きていく自分ってもう将来決まってるからね。まあ逆に電車に乗って、ね、自動運転でレールに引かれたまま生きていくような人生だからね、可能性を閉ざしてるよね。だって今の現時点がさ、特別な自分じゃないってことはさ、もう特別じゃない自分を選択していくことを決めてるんだもんだからね。そういうことですね。ということは、まあ、環境も人も自分の過去の持っているものも捨てた方が早いね。なるほどね、はい、そこにこだわってることの意味がないよね、変わりたいと思ってるのであれば。そうですよね、っていうのが僕の考え方だったんだよね。いやすごい分かりやすいですし、すごく潔い考え方だなと、なんかそこがやっぱ今聞いてくださってる方々も、うん、確かにっていうふうにね、すごい腑に落ちたんじゃないかなとね、うん、すごい思うんですけどね。でもなんかそれでもやっぱり過去を引きずってしまったりとか、なんかどうしてもなんかその新しいものに対して吸収、なんか頭では理解してても腹に落ちてなくて行動に移せなかったりする人って結構いたりすると思うんですよ。このセミナーとかの界隈でいろんな学びをしてるけれども、うん、その先行けないみたいな、なんかそういう相談とかもきっと井上先生の方にもなんかしてくる方もたくさんいらっしゃったと思うんですけれども、うん、なんかそういう方がいらっしゃった時にどういうふうにこうアドバイスされたりしますか？うん、まあセミナーとか行くってさ、定規があったとしたらさ、一生懸命定規を曲げようとしてると思う。勉強して自分を変えようとしてるんだよね、はい、だけど必ずその向上性によってここでずっと止まれなくてみんな戻っていくわけよ。あ、確かに確かに。大体これが学びして、なんかとてなんかこう簡単に自分を変えれる方がないかなと思って学んでる人の特性なんだよね。多分ほとんどの人変わらないよね、学んだって。なるほどなるほど。でまずそういう時に僕だったらまず自分の時思ったのは、はい、まあ、全部やっぱりこう変わりたいんだらもう全部
変わる自分になるために過去を捨てるってことだよね、極端に。ああ、なるほどね。まあ、過去を大切にっていうのもあるんだけど、例えばコーヒーという過去があったら、コーヒーをオレンジジュースにするのが成功という未来の可能性だとしたら、もう徹底的に自分の中に知識と情報なり、環境なり、知識なり、情報なり、まあ、徹底的にそのコーヒーを打ち消すかのような自分になっていくっていうことをまず決めるってことだよね。なるほどですね。決めると同時に決めることによって得られる価値は何なのか、成果は何なのか、それによって自分の人生がどういう人生なのかを明確にしたとしたら、まあ、戻ろうとしないと思うんだよね。だからそのイメージが徹底的にできてなくて、なんとなく目先の大したことない変えられるようなイメージです物事始めるから変われないんだと思うんだよ。なるほど。まあ自分が好きなさ彼女がいた時にさ、うん、絶対に欲しい彼女のためだったらさ、はい、何でもするわけじゃない、うん、だけどそうでもない彼女だったら、はい、まあちょっとアプローチしてダメだったら諦めるみたいな、それがなんか普段みんなやってることなんだよね、うん、絶対にこの人ではなきゃいけない人っていうと人と出会ってないか、もしくはそういうものを欲しい、そういうものを達成したいという感情を持ってないからやめちゃう。なるほど、うん、そうか。まあ本気度が足りてないか、もしくは本気度があったとしてもそこに対してなんて言うんでしょうかね、こうちゃんとこう攻略しようという行動を起こしてないかっていうことですよね、まあ、本気度と同時にその本気度が、自分の人生にとってどれだけ価値があるということを明確にしてないから、まあ中途半端にアプローチして諦めてるみたいな。だ絶対欲しいものだったら徹底的にもう毎日考えるし、毎日どころか考えない時間もないし、考えてそれを具体的にもっと何をしたらというふうにプロセスまで考えるようになると思うんだよね。確かに。でうまくいかなかった時に、うまくいかなかった時どうやったらその返事がうまく来なかった時に自分がアプローチをしてもっとこううまくいくんだろうっていうことまで考えると思うんだよね。確かにそうですね。だからうまくいかないっていうことが前提にどこか持って物事に取り組んでるからダメなんだよね。なるほど。どうしたらうまくいかせようかっていうことの視座にならなくちゃいけないし、むしろそう思えるってことはすごく寝ても覚めてもそのことで常に頭がいっぱいっていう状態になれるほど本気で多分考えてたりとか、それを欲してる状態ってことですよね、きっとそれって。だから僕は手術をするときに手術に失敗っていう前提はないってこと。例えば目標達成するのに目標達成で失敗するっていう前提がないっていうのと一緒なんですよ、考えに、はいはい、だとしたら基本的な知識や技術も必要だし、それに対する、トレーニングも必要だし、それに対するプロセスも明確だし、リスクも考えて、リスクに対する対応に対する、知識や技術もあって、それをどう乗り越えていくかというために事前準備をして必ずゴールに達していかなくちゃいけないっていうのが手術なの。確かに。だから僕の、まあ、なんかそういうことを考えると、ゴールに達成しないっていう、もう、プロセスを考えてないってことだよね。なるほど。でも、それすごい、なんかあれですよね。この、やっぱり夢を叶えるとか、やりたいことをやるっていうところの、なんかそのね、ところにもすごい応用できる考え方ですよね。そうなんですね。うん、で、その中で自分でコントロールできること、できないことも出てくるからね。できないものを、じゃあできないって諦める。諦めて自分に集中するっていう方法も一つなんだけど、できないものを可能にしてる人もいるわけだよね、はい、なぜかそこをなんかできないところを引き寄せて運にして達成してる人もいるわけだから、はい、やっぱりそこはそこで、はい、必ず原因と結果の法則があるわけだから、徹底的に分析して、はい、その分析から可能な限りのことはやるってことだよね。なるほど。いや面白いですね。いやなんか皆さん耳が痛いけどすごい切っちゃうっていうことで、やっぱりあの耳が痛い、分かっていながらもできないけどでもすごく聞けちゃうっていう方がたくさん今コメント入ってるんですけど、いやこのやっぱりこうでもそういうふうにこうポジティブマインドというか強くこう意思を持って井上先生みたいにこうなんていうんでしょうか、自分の意識みたいなものを活用しながら現実創造されてきてると思うんですけど、これっていうのはやっぱりこう潜在意識とかを学び始めてからそういう考えになるようになったんですか、それもともとそういう考え、まあ、潜在意識の前にやっぱりそういう考え方は持っていたから、多分大学院も最短で卒業でき終了したと思うんですけども、やっぱり目的意識は明確だってことだと、はい、確かにそうですね。だからあの目的が明確でそれを欲する理由が明確にあるからとことんやるっていうのがあると思うんだよね。なる
よくね、よく言うじゃないですか、1億円の宝くじの当たり券をもらって、あそこに行ったらもらえるったら、雨でも雪でも、例えば靴が履かなくても、裸足でも絶対もらいに行くっていうのと一緒ですよね。はいはい。欲しいという目的があれば、どんな状況においても人は行動するわけじゃないですか。確かに、そうですね。うん、だからその意識を自分の中で他のものと比較したときに、あるかないとしては、ないとしては何が足りないんだろうって考えていくのも大切ですよ。なるほど。それぐらい自分の中で考えていかないと達成はできないよね。いやもう本当に目標達成の達人という域だなというふうに思うんですけど、やっぱりさっきおっしゃったそのここで1億な宝くじ買ったら確実に1億円当たるよみたいな確実性みたいなものがあったら、人ってやっぱりそのね痛みを避けて快楽に行けるから多分買うと思うんですけど、そうやっぱみんなもしかしたら失敗するかもしれないとか、もしかしたらその宝くじ当たらないかもしれないっていう、そのなんかネガティブな方にどうしても苛まれてしまったりすると思うんですけど、その克服っていうのが目的意識を明確にやっぱ持っていて、それをしっかり手に入れるっていう強いやっぱ意志というか、まあ、自分で自分にとって何が価値があることなのかっていうことが自分でやっぱ理解している状態っていうのがすごい大事ってことですかね、これってやっぱり。もうそれも大事だけど、うん、その時に、まあ、よく出版社の人とも話するんだけどね、はい、まあ、やっぱり井上先生と話してる時に何が違うかってよく考えてますよねみたいなっていうこと言われることが、うんうんうん、僕らやっぱりそこまで考えてないですよとかっていうのが、はい、よく出版社の人とあったんですけど、はい、話題の中心になったりするんだけど、はい、その時に、まあ、さっき、まあ、うまくいかないかもしれないっていう感情がちょっとあったとしたら、なぜうまくいかないっていう感情を持ったのかっていうことを徹底的にそれを掘り下げていかないんですよ、みんな。目的のところに今話言ったけど、自分の中の不安というところの理由を明確に考えて、それを改善して、それを価値に変えていくということをしていかないんですね。不安を持って何かを生きること自体がもうありえないっていうかね。あ、考えることなくして生きることをしている人だっていうことを証明してる証ですからね。考えない人でうまくいく人はいないと思うんだよね。確かにそうですね。いやーでも確かにそのなんか不安に思ってしまった、なぜ不安に思ってしまったかのその 裏側にある感情とか理由みたいなものにフォーカスするってすごく大事なんですけど、なんかそのそこまでなんか結構思えない人って割と多いのかな、その出版社の編集者の人たちも。出版社の編集者はみんな言うからね。そうですよね。なんかそういうふうに思う人が多いと思うんですよ。不安に思ってしまって動き出せないとか、一歩踏み出せない、チャレンジできないみたいな不安が、まあ、ある意味こう自分の後ろ髪を引っ張ってしまって前に進めないみたいな状態の人ってすごく世の中多いなと思うんですよ、見てて。なんかそういう方々になんか井上先生はすごいもうこの目標達成の達人なんで、そういう人の気持ちってなかなかもうね、多分井上先生ご自身は達成しまくってるんで、なんかその理解できない部分もあるとは思うんですけど、そういう人って多いと思うんですけど、そういう人に対してなんかどういうアドバイスを結構されたりします？例えば不安って思うとしたら、うん、はい、なぜって僕は聞きますよね。あ、はい、で不安のまま人生進んで、はい、それが何か目標達成するっていうのは絶対リスクだよねって、うん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 、例えばなんだろう、どうしてもかどうしても途中食べちゃうけどダイエットしたいんだよねって、あ、はいはいはい、なぜ食べちゃうダイエットはできないよね。じゃあなぜ食べたくなるのって考えないとダイエットできないじゃない。確かに。っていうふうに必ず自分への質問しようよ。じゃあなんかやっぱりこう常にやっぱり考えている人じゃないと成功できないって話がさっきちらっとありましたけれども、うん、きっと多分このご自身の中での、 この内側とのコール&レスポンスというかすごい質問、ね、問いかけを常にされてると思うんですよ、井上先生は。そうだね。うん、もう常になんかご自身の中でセルフクエスチョンというか、なんか常にこう自分の中で問いかけてるなんか質問とか言葉ってあったりしますか？なぜだとかね、まあ、トヨタ方式のなぜなぜなぜの5つもあるよね。あ、なるほどですね。なぜかだったら具体的にもう少 し掘り下げていくために、何が違いをもたらして自分ができないのかの何とかね。まあ、いずれにしても自分に問うようにしてますよね。疑問を残さない。ああ、なるほど。疑問残さないすごい大事ですよね。だって僕が疑問残して不安を残して手術したら手術うまくいかない。必ず手術うまくいかない。疲れないために必要なのはもう不安をなくして自動化して物事やっていくと疲れないですよ。頭使わないから。頭使うことがエネルギーの消耗になるからね。だから日常生活で頭を使うのはそういう時に頭考える時は頭を使った方がいいけど、それ以外はもう自分の意識が無意識に全部ができるようなプロセスが全部頭に入ってなくちゃ。だからどんなに動いても疲れないですよ。
なるほど。頭使ってるわけじゃなくて、やるべきことをプロセス管理でやってるだけだ。なるほど。だからそのためには疑問を残して、疑問を全部改善して、プロセスを作れるような自分になる。もう必ずやればうまくいくみたいな。それも最短最速で最大の成果出す方法を考える。やればいいんじゃなくて、しかも最短最速で最大の成果出すようにしていかないと、時間効率が悪い。いや、素晴らしいですね。なんか本当にこう、一時期エフォートレス思考っていう本とかも結構流行って、ね、最小限の力で最大限の結果を出すみたいなのがちょっと最近流行ってますけど、まさにそれを字でもともともう何十年も前からやられてるって感じですよね、きっとね。いやでも確かにその疑問、2日間で寝ないで24症例とか手術してて、うん、24時間2日間やって48時間手術して、終わった日のその日お昼から、まあ、午前中の便で東京来てジム行ったりもできるんですよ。いやもう超人的ですよね、やはりその時間管理とか、なんて言うんでしょう、やるべきことをちゃんと明確にして、ね、その ある程度その自動化させていくところと、自動化させていくことが大事、ね、それが疲れる。ですよね。うん、なんか自分がそういややらなくていいというか、さっきおっしゃってた、本当無意識でできることとか、うん、頭使わない時間をなるべく作るみたいな話があったじゃないですか。すごく考える時間と、そうじゃない、何も無意識でできるようなことを、できるような時間を作るみたいな。これってなんかある種この自分の潜在意識を利用するというか活用していくっていうか、そうですそうです、潜在意識を活用していくんです、ね、潜在意識を活用するってことは、無意識の選択と行動が目の前の課題に対して自動的にできるような自分を作っていくってこと。皆さん多分メモがもう追いつかないと思うんですけど、無意識の選択と行動ができる状態を作る、これ素晴らしい言葉だなってもすごく聞いてて感じさせてもらったんですけど、うんうん、これ僕もすごいやっぱ手に入れたいなっていうところで、うん、無意識の選択と行動の連続がうまくいく状態に、こうなんかもういわゆる、まあ、自動操縦みたいな状態ですよね、つまりね、おそらくこれをするなんか、まあ、やっていくためにはやっぱりどういう環境だよね、まあ、環境をどうするかって、環境がさ、例えばたくさんの人といると、まあ、自分の目的が明確だとたくさんの人といてたくさんの情報が自分の中に入ってこないかもしれないけど、でたくさんの人と、うん、はい、いることによってさ、まあいろんな味のコーヒーがあったとしたらさ、それがさ、まあ必ず自分にとって必要なものでなければさ、おでい化してくる、おでい化してくる、混ざってきてしまって、あまりいいことがないよね。だからあまり環境の中で、自分に集中できるような環境を作るってことね。そして自分の集中できる必要な勉強をしていきながら、自分に集中した、そして情報処理をしていきながら、自分でそれを深く自分の中に落とし込んでいく、これが大事だ。めちゃめちゃ大事なことをね、たくさん今本当にお伝えいただいてるなっていうふうに、これ聞いてる方々本当にぜひいいキーワードがあったらどんどん、ね、コメント書いてください。なんかね、交流することによって価値が生むと思ってるんだよ、うん、みたいな。あー、それは結構みんなあると思いますね、うん、あと交流しないと何か取り残されていく不安っていうのを感じたりするんだよ。あ、それは特にこの SNS 時代になってからより顕著ですよね、そういうのって、うん、だけど交流することによってただの人になってるんだよ。珍しい、なんか価値ある人からもう遠ざかって身近な人になってる。確かに確かに、そうですね。だからちょっと例えば自分がすごい価値あると思ってもさ、価値あるお料理の人、素材の人だと思ってもみんなから見れば、食べてればさ、ただのお料理になっちゃうけ。そうですね。だからそのたまに会うから価値があるかもしれないね。たまに聞くから話が価値あるかもしれないし、たまに見られるから価値があるかもしれない。確かにそうですね。なんかいつまでものって価値が目減りしますもんね。たまに見られて話とか、たまに見られて、あ、価値あるっていうのは、どういう人がそうなるかってことは、別の自分の理想を持ってる対象を持って、そこと自分とのギャップを埋めていきながら、自分自身を間違いのない価値ある自分に育てていく時間を作っていかなくちゃいけない。だからその時にポッと出ていった時は、特別な人の見え方がする。なるほど。なんかその辺、まあ本当にこうブランディングみたいなところの話にも通じてくるのかなって聞いてて思ったんですけど、こうなんか希少価値の高い自分というか、稀有な自分、なんかその存在になっていくというか、なんかそういう話にも通ずるのかなと思うんですけれども。そうですね。すごい大事だと思います。そうですよね。まあそういうのも、そういう意識も終わりだからこそ、あまり井上先生いろんな方とコラボしたりとか、いろんな番組に出たりとか、そういうのないじゃないですか。あんまりしないですね。ですよね。まあ基本的にないけど、誘われないっていうのもあるよ。僕って意外と誘われない、はい、基本的に。そうですか。意外と声かけにくいんだと。いや、でもそれはあると思います。この間も山崎匠さんとかさ、望月さんとかさ、同じテーブルにいるんだけど、
たくみさんも望月さんもそれなりには知ってるんだけど、はい、意外と会話しないですよ僕。あ、そうなんですね。うん、だから全然知ってるけどあんまり会話しないですよね。そうなんですね。いやもう昔からね、うん、あのそのお三方はこの業界ね、自己啓発とかビジネス書界隈ではもうずっとね、この業界にいらっしゃる方じゃないですか、長きにわたり。だからその辺の、ね、方々と交流してるのかなと思うのは、そういうわけではないんですね。全然全くないです。あ、そうなんですね。でも確かに井上先生、かけづらさはあるかもしれないですね。まあなんかちょっとその業界どっぷりの人じゃないから、例えば匠、うんうん、さんと望月さんだったらさ、ねえねえ、望月さん何かやりましょう、あ、それいいよねっていう流れになるけど、僕は別に普段病院にいるので、そういう会話、僕、あ、先生そうですよね、クリニックで仕事されてますよねとかなっちゃうわけ。あ、そっかそっか。ちょっとやっぱり会話も少なくなってくるっていうのは。そっかそっかそっか、なるほど。接続コネクトしていくための要素が意外と他の方とは比べると少ないということですよね。少ない、はい。あ、でもそれはですね、やっぱり面白いなってところが、その井上先生のこの稀有な存在だなって感じるのは、まあ、本業の歯科医師としてしっかり実績と経緯経歴がたくさんある中で、やっぱり130万部累計80冊の本を書きながら、しかも年間何十本何百本とのセミナーとか講演とか講座をされてるじゃないですか。でここがすごいなって僕はすごい尊敬させていただいているポイントなんですけれども、やっぱりこう、なんだろうな、本業をやりながらある種この講演とか執筆活動、自分の好きなこととかやりたいことを、まあ、ある種、ね、そのお金に変えていらっしゃるじゃないですか、はい。でなんかその売り上げっていうと、まあ、ちょっと話が変わってくるかもしれないですけど、その収入の柱がいくつかあるっていう、この働き方っていうのは多分今これからの時代、もっともっとたくさんの方々がやりやすくなっていて、まあ、それは大手の企業に勤めながらも副業 OK になってたりとか、だんだんこう起業する人も増えていっていると思うんですよ。そうなった時にこうパラレルキャリアというかですね、一つの仕事に埋没せずにいろんなキャリアを持って働いていくっていう人がもっともっと増えていく時代だなと思ってるんです。その先駆け中の先駆け中の先駆けなのかなと思うんですよね。もう30年ぐらい前から、ね、そういったスタイルというか、まあ、本を書かれてから15年とおっしゃってましたけれども、本当に時代の先を行ってらっしゃるんじゃないかなと僕は思っていて、当時からなんかその秘訣っていうか、やっぱ本業でもバリバリ仕事して、しかもバリバリ結果出されてるじゃないですか、歯科医師として、で、まあ、そのこの、セミナー業界、出版業界でも本当にトップにずっと君臨し続けてると思うんですけど、なんかそのいろんな業界を越境しながら結果を出していくっていう、このなんかいろんな要素があると思うんですよ、成功法則には。井上先生ご自身で振り返って、自分にはこういうところがあるからこのライフスタイル、この働き方っていうのができてるなって、自分で分析して、どういうポイントが強みだと思ってらっしゃいますか？まず一番はね、本業で卓越するってことだよ、ね、はい。ああ、なるほど、ね。まず本業で卓越、本業で例えば卓越しないのに他の業界行ってもただの人だから、うん、なるほど。まあ塵も積もっても塵の実績にしかならない。確かに確かに。それも塵も積もれば価値になるっていうのは慰めの言葉だからね。ああ、なるほどね。塵も積もれば山となるとか、でもそれも塵だからね。だからまず自分の実績の方法をしっかり価値を作るってことが大事。その時には、例えば同業者から、例えば自分がどういう質問を受けたら、どういう質問された時にちゃんと答えられる自分があるかっていうところも含めて、常にその実績を作っていくってことが自分の実業の中で、まず本業の中でやっていくってことが大切です。まあ、例えば僕らクリニックやってればさ、井上先生ってどういう経歴があるのっていうね、まあ、例えば博士号なの、まあ、これ別に自慢して言ってるわけじゃないけどね、はい、まあ、例えば歯学博士だよねとかって、まあ、博士号持ってるよね、例えば海外とのやり取りとかできるのって言ったら、僕はニューヨーク大学日本人で初めて行ってるわけだよね。どういうところで何をしているのって、国内外7大学で国公立も含めての、まあ、客員教授もやったことがあるし、まあ、客員講師もやって、大学の経歴っていうのは社会から見たとき一番分かりやすいよね。だから自分たちから見ての価値、例えば自分のそういう専門学会の例えば理事やってるったって、普通の人から見たら大した意味ないわけよ。だからその時に業界における価値と社会的に見られた価値の視点の中で共通しているものでの価値をしっかり作っていくってこともあるよね。そしてじゃあ井上先生はどういう診療でどれぐらいの収入があって、どういう治療体系なのかって時にちゃんと示せるものがないといけないよね。その時 ISO もやってるとか、 ISO でマネジメントもやってるってことも一つの客観的な評価になるよね。
例えばどういう学会でどういうところに呼ばれてどういう発表をしてどういう評価を得られてるかってこともすごく大切だよね。普通の人が行くところで発表してたら意味ないわけだからさ、うん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 、だからそういう意味であらゆる質問に対して自分が答えられる業者同業者から質問されて答えられるものを何かきちっと持ってるっていうところでの自分の価値をきちっとその業界で持つってことが大事だよね。いや圧倒的な価値を高めてらっしゃると思うんですよ。あの井上先生に関してはっていうことがすごく大事ってこと。あまずは本業でしっかり。そうだからそれを出版業界で行った時にも出版業界の人はやっぱりそこを認めてくれるからこそ仕事がしやすいっていうのはあるよね、うん、はい。だから出版の中でじゃあどうやって数字とか評価を継続し数字とか評価を高めていくかって言ったら、まあ、そこはね出版業界の人との情報だけだとやっぱり結果が出ないよね。だって出版業界の人は普通の会社に勤めてる人だから、はい、例えばまあ普通のサラリーマン普通に仕事をして結果を出してる、そうですよね、その人たちが卓越してる人ではないわけだから、うんうん、だからその業界の話を聞いたって特別な、まあ、実績を積み上げていくことができないわけ。その中で、うんうん、まあ編集に対して強み編集に対してそれぞれ特徴のあることから編集者として素晴らしい人いるし、営業もこういう営業してるからこそ数字の見方並べ方展開の仕方を洞察しながら営業をかけるからこそ素晴らしい営業もいたりとか している人もいたりする、うんうん、そのいろんな要素を組み立てていきながら自分の中で卓越した結果を出すためにはそれらをどうやって統合して自分の中でそれを実践して価値として、それを何だろうな見せるというのか、まあ型こうまあやっていくのかっていうことを考えていかないと一つ違う結果が出てこない、うん、はあ、なるほどですね。それと同時に人と仕事を取るときの圧倒的な違いは自分の見せられるプロフィールも含めてしっかり持ってると同時に、まあ、例えば、うんまあ、見た目もそうだしどこで会うかもそうだし、うん、どこで会う場所もそうだしどこに座るかもそうだしどこで何を返信するかもそうだし全部が緻密に組み立てられていく中でやっぱりこんな人に会ったことがないなと思われる自分になったときに初めて人はその人と仕事をしたいと思うんだよね。なるほど。それはどういう人かっていうことを考えて、まあ、常に人と会うっていうことが大事だよね。いやすごいその自己プロデュース力というか言いますかですねそのセルフブランディング力すごいやっぱり野先生高いなというふうに思ってるんですけど、うん、さっきおっしゃってたまさにその見た目とかどういうタイミングで返信するかとか誰といるかとかそういうふうにこうどういうふうにこう自分を見られていくかっていうところの設計がすごく緻密にされてるのかなって思ったんですよ。でそれあの初めてですね野先生のお仕事をさせていただいたのがちょうど札幌の、セミナー会社に行った時の10年ぐらい前なんですけれども、うんあの時にもそれをすごく感じていて、こうなんか内面から溢れ出すオーラといいますか、まあ、立ち振る舞いというか、所作というか、話すトーンとか、話し方とか、まあ、そういったのも含めて、やっぱりこう普通のセミナー講師の講演家さんとまただいぶ違う、あの本当に稀有な存在の方だなって思ったんですけど、それもやっぱりこうご自身の中から常にこう自分がどういう自分でありたいかっていう理想をある意味こう演出して生きてらっしゃるから、そういったオーラが醸し出されてくるのかなっていうふうに感じたんですけれども、うん、でさっきねちょっとこのコメントもあったんですけど、あの全部が平均点80点みたいな、あの器用貧乏って言うとあれですけど割とそこそこあるけど何かに卓越してないみたいな人って本業で一番だったりとか井上先生ほど確実に結果を出していくっていうところまでできない方も結構いらっしゃると思うんですよ。そういう人がいた時にはどういったなんかアドバイスとかをされたりしますか。うん、まあ別に僕のように、はい、例えば今の80点だったらどうでしょうかっていうふうに、うんうんうん、例えばまあ質問あったとしたらね、はいはい、なぜ80点をそんだけた、まあ、作れるのに100点を取ろうと思わないのかっていうとこが不思議なんで僕。ああなるほど、確かに。まあそれを100点を一つにしないで全部100点を目指さないっていうのも不思議なんだよ。最初から何かで満たさないことで自分を 何かしようと思う人で満たすっていうこと自体がもう興味、はい、人に興味持たれないじゃん。例えば極端に言えばさ本気でさ愛してくれる人だったらさ付き合うと思うけどさ、うん、80% の愛で付き合ってくれってやつに興味ないじゃん。確かにそうですね、うん、おっしゃる通りです。だからその感覚をまず捨てなくちゃいけないってことがまず一つあるよね。いやーこれはもう皆さん面白くないんだよそういう人って。まあ中途半端な集まりでいると楽しいかもしれないけど、
本気になって人と違う人生生きたいには、はい、やっぱり面白くないんです、その考え方っていう。そうですね、まあ、本気でやっぱ人と違う、まあ、だけどまあそれは理想としてそうかもしれないけど、人と違った自分ってあると思うんだよ、必ず何か。まあそこはやっぱり自分の長くやってきたことでここは人と違うなっていうなんか魅力って必ず皆さんあると思うんですよね。はい、やっぱりそこをやっぱり自分でセルフプロデュースして、まあ、表現していくっていうことはあるかもしれない。なるほどですね、うん、いや面白いな。いや本当にこう卓越してるというか、ゼロ百の性格の井上先生だからこその面白い、こうね、厳しくも愛のあるユーモアのある話だなって感じるんですけど、なんかそのいやだけどそれぐらいはっきり言わないとさ、はい、今さ何かってみたいのばっかりだからさ、そはっきり言わないと結果的にみんな結果出てないわけよ。あで結果出てても一時的にバーッと花開いて結果出てるけど、長期で見たらさ、社会性の高い人たちから見たらさ、これいつか散るようになって見られてるだけなんだよ。確かにそうですね。だからもっと高い視点から見て今を捉えていかなくちゃいけないんだよね、うん、今を見て高い視点からのギャップを持ってる自分じゃダメなんだよ。確かにそうですね。いやでもなんかその例えば今のこの視点から、何かの目的意識を持って、こうありたい、こういう夢を叶えたい、やりたいことがこうあるってあるじゃないですか。今と理想の現実、現実と理想のこのギャップって見えてくると思うんですけど、うん、このギャップが大きければ大きいほど、そのやりたいこととか夢をにトライしていったりとか、チャレンジしていくのって結構難しくなってくるのかなと思うんですけど、そこはなんかギャップが、あ、本当ですか？ギャップがあって、自分がそこを目指したいと思ってるのに、そこをトライするの難しいんじゃなくて、そこのギャップがあって、自分がそこにいない自分面白くないと思わないと、不愉快だと思わないと、そいつらがいることが許せないと思わないと、はい、そこですよね。うん、それをなんかそいつらその人たちはできて自分ができてないことを承認しちゃダメだよ。なるほど。もう最初から敗者負け組だもんそれは。いやでもそうですよね。なんかそこで居心地の悪さを感じて絶対に自分もやってやるっていうそういった気概がないと、その目標とかやりたいことってなかなか叶えていけないですもんね、やっぱり。だってさ、好きな彼がさ、まあ、彼が、まあ、好きな彼女がいてさ、もうなんか自分は一生懸命それを叶えてる人もいるのにさ、俺じゃ叶わないって諦めてるのと一緒じゃん。そうですよね。だけどその時にそんなやついるのかちょっと気分悪いよとか言って、例えば腹筋する時でもさ、そいつ思い出したらさらに腹筋やろうとかって思わないとダメよ。いつかって。いや、いいですね。自分を媚びしていつか勝負するっていう自分にならないと、うん、確かにそうですよね。でもそうでしないな、そういう気概を持っていかないと、どうしても諦めちゃったりとかね、やらなくて、やっぱりこう逃げる人生になっちゃいますよね、逃げの連続の人生というか。もう逃げてるやつなんか気持ち悪いね、よくないじゃん、だって。男だったら嫌われるになってますよね。いや、もうそうですよね。まあ、それになんか魅力感じるってのは、それなりのやつしか絶対いないからさ。うん、もうその時点でさ、それ満たすようなもん、なじゃあダメよ。常にそう、最高を目指さない。確かに。いやーもうスカッと気持ちいいですね、井上先生にここまで言っていただけると。はい、やっぱね、本当にさっき井上先生もおっしゃってたように、こうなんか甘い言葉言ってね、みんな大丈夫だよって安心させて、結局変わらないっていうことをなんか推奨してるような発信するしてる人もいるわけじゃないですか、ある意味、まあ、マーケティングだからね、うん、ダメな人に対して一番受ける方法で結果の出ないことが繰り返しマーケティングになるから。確かにそうですよね。ビジネスモデルだからさ、うん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 、要するにさ、優しいこと言ってできなくてちょっとできるかもしれないっていう変化をさ喜ばせてあげてまた来てもらうのがさビジネスだもんね。そうですよね。だからやりながらダメなそういうなんかダメなものをダメで繰り返してるようななんかこう流れになってるよね。確かに。はっきり言ったのがさ、もうスパイラルのためになるんだよね。でも本当そうですよね。うんうん、いやでも本当にこういう業界ってね、そのまさにおっしゃったようにこれマーケティング的にね、こうずっとぐるぐる、うん、が循環するようなことをあえてしてたりする発信者も多いわけじゃないですか。うん、そうそう、いるね、ですよね。でも、まあ、井上先生ぐらいこうね、卓越してる方とか、まあ、それを長期的に見たときには一瞬稼げるかもしれないけど将来的には終わっていくよねっていうのはすぐ見えてしまうわけじゃないですか、そういった表面的なものっていうのは、うん、そう。でもやっぱり井上先生の素晴らしさって、やっぱりこの15年本を書き続けて、まあ、ベストセラー作家で居続けるっていうところってまさにこの結果を出し続けてるからこそ今の地位だと思うんですよ、やっぱり。あのね、医者とか歯医者でちゃんと稼げて一流になるってそんな難しくないのよ、正直言えば。
そうなんですね。いやいや、だって知識と技術とさ、はい、知識と技術とさ、人と違うことができて、人柄が良ければ必ず成り立つ世界なんだよ。自分の努力を確実にしたら確実になる世界なんだよ。ああ、なるほど。はい、だからこれは逆に、ラーメン屋よりも簡単なんだよ。ラーメン屋の方が難しいと思う。だけど出版っていうのは、自分がどんなに頑張っても、出版社がどれぐらい力を得て、営業が本を並べてくれる、どれぐらい吸ってくれて営業してくれるか、それに対してどれだけアプローチしてくれるか、並んだところで人が好き嫌いで勝手に決められて、いいものもダメって言われるかもしれないし。はい、ということは、はい、著者の世界って自分でコントロール全くできない、ね。確かにそうですね。そう。自分でコントロールできる世界の方がすごい少ない。まあ、自分がいいネタと思ってても編集者は面白くないと思うかもしれない。うん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 。やっぱりそこで15年間やり続けながら、常に依頼だけで出版をやり続けて数字を作るってことは、やっぱりすごく大変だなとはそれ思う。いやでも本当にそうだと思います。これってある意味奇跡なんですよ。ずっと売れ続けるって、本の業界って。必ずいいよね。本出した人は、井上先生本出して思ったんですけど、本って大変だっすね、みたいな。いや、本当に大変だと思います。何点ですかみたいな。はい。すごいなと思ってます。だからさっき言ったことだよね。どこでどういうふうに人と会って特別な自分としてどう見られていくのか、そして出版社の人は編集者の人はどういう人を価値と思って見るポイントはどこなのか、うん、だから相手の頭の中の欲しいところを全部作り上げていきながら圧倒的ななんか違いの見せ方をしたときにそこにチャンスは広がっていくってこと。なるほどですね。いや本当におっしゃる通り、だから不可能と思われるコントロールできないというところをまずはコントロールできるところから始めていくってこと。いやそこがすごいですよね。やっぱり不可能と言われてコントロールできない領域をコントロールしていく、まさにこの今日のテーマであるその奇跡、奇跡って一般的にはコントロールできないというふうに思われてると思うんですけど、この奇跡をマネジメントされてるなって僕はすごく井上先生を見てて感じていて、この15年、マネジメントできる、そうですよね、うん、これはやっぱりその潜在意識とかなんかやっぱそのあれですかね、井上先生の中ではこの奇跡をなんでこんなに頻繁にマネジメントしてずっと本を売るって大変なことなんですけど、やっぱ博打みたいな商売じゃないですか、出版って。ある意味半価超過みたいな、超博打、もう来年読めない、ね、もう本当にもうもう本当この世界ほど博打の世界ないよね。そうですよね、うん、いやだから当たったとして当たった人して、うん、当たってバーンって当たったって散っていく人もいるわけじゃん。うん、いや本当そうなんです。そう、はい、続けるのが一番難しい世界だから。いや本当そう思うんですよ。これ15年間ずっとトップで君臨し続けるってすごい、まあ努力とか知識とか才能ももちろんなんですけど、それ以上に運みたいなものとか、そのコントロールできない、その目に見えないエネルギーみたいな、そういうものが味方にならないと、やっぱりある種こうずっと1位というかね、このなんか素晴らしい実績を作るって難しい領域だと思うんですよ、出版は特に。だけどね、奇跡じゃないんだよ、うん、これはコントロールできるんだよ。必ず結果に対しての原因はあるんで、原因と結果の方しか成り立ってない。でね、奇跡とかね、まあ人は何だろう、どうしてうまくいったのって時に、とりあえず運がいいよっていう言葉ってすごく楽なのよ。はい、なぜかというと、はい、奇跡だとか運っていう言葉は、なんかいちいち説明しなくて相手が承認してくれる言葉だからさ。確かに。思考停止になりますよね。だいたいだから世の中で成功してる人は必ず運がいいで片付けちゃう。よく聞きますよね。だけど 運も奇跡も全部コントロールしてるんだよ、実は。なるほど。だけど、そのコントロールしてることを説明しても、まあなんだろう、そんなにやらなくちゃいけないの、あなただからできるでしょうとかさ、そんなの普通思いつかないよとか、そういういろいろ言葉が返ってくるわけよ。だったらもう説明するのめんどくさいから、奇跡とか運とか片付けちゃう。そういう構造なんだ。そういう構造、だから人に嫌われずに、人にこう応援されて、何か特別な存在を作るために、まあ、原因と結果の法則に成り立っていることを運と奇跡という言葉に片付けてるだけなの。そういうことなんですね。しっかりじゃあ運とか奇跡、うん、奇跡とか運というのはなるべきしてなってる、奇跡と運。まあ要はいくらでも作り出して再現性があるってことなんですね。もう再現性があるってことで、まあ再現性あるけど、まあ、あの手品のように仕掛けもあるんだけども、まあ、仕掛けを見せるのもどうかと思うし、またその努力していることを語るのもどうかと思うから、まあ、嫌われんじゃん。お前、だってそんなやってないわけだろ。できるわけないだろうとか言って、嫌われるわけじゃない。いや、僕は運がいいんですよね、とか言って。うん。いや、なんかついてんですよって、嫌われないじゃないですか。確かに。一番万人に受ける。
だそれに罠に引っかかってるわけ。そっか、皆さん、じゃあもうすでにこれ、視聴いただいてる方々、今日、罠に引っかかってますよ、今回、今日の僕のテーマにこれね、奇跡をマネジメントしてっていう。もうそこから気づきですよね、もうね、やっぱり皆さん。今聞いてるのはもう罠にはまってしまってる状態であり、その洗脳から今、ある意味、井上先生によって解かれてる状態、今、繰り広げられてるのかなと思うんですけど。だってみんなさ、運がいいか悪いかって時、どうして運が悪いかって考えるという構造の仕組みはさ、過去を振り返って、うまくいった、うまくいかないか考えて運がいいとか悪いとかって考えるわけじゃないですか、はい、過去が、だから私運悪いんですよとかって言ってるわけですよね、うん、だけどその運が悪いと思ってた出来事もさ、場合によってはそれは運が悪いっていう見方の、まあ、政府の法則、引用の法則、プラスマイナスの法則で言えばマイナスだけを見て捉えたから運が悪いと思ってるわけじゃないですか。確かに、はい、もしかしたら別の見方をすればプラスだったかもしれないわけですよね、はいはい、その時には気づけなかったけど、ということは今この時点で知ったことで、過去で運悪いって言ってたことも実は運が良かったんだって解釈の仕方で変わったんだっていうふうに今日この瞬間知るわけじゃないですか、はい、そしたらこの瞬間から未来に対してはさ、あなたは運がいいですかって想定した未来の自分から答えてるのを考えてみて、運がいいとしか言いようないじゃないですか。確かにそうですね。今日この時点から皆さんは運のいい人しかなれなくなったってことですね。いや素晴らしいですね、これ。皆さんも今聞いてる方々、アーカイブの方も含めて、運がいい人にしかなれないですよね、これね。うん、はい、で、まあ、ちょっとこの話を聞いてない人に、すごいですねとか、うん、なんでそううまくいったんですか、運がいいのよとかって言えばいいんですよ。嫌われないコツ。確かに。これは皆さん驚愕ですね。よくでもいろんな成功者の方とか経営者の方が成功の秘訣とかを語るときに、いや運が良くてですねみたいなところからスタートすることは多々あると思うんですけど、実はずるいやつらがね、ちゃんと正直に言えるって感じ。確かにそうですよね。僕もちょっと運がいいんですよねって言っちゃいがちなんで、まあ、あれってある種そうですよね、人にこう思考停止させる方法でもあるし、あの、まあ、その先聞かせないように質問させないようにするような行為でもありますもんね。そう時間、まあ無駄な時間作りたくないから、時間を短縮化してその人から離れる。なるほど、うん、確かにこう真面目に説明したりすると話も長くなるだろうし、これは井上先生だからできる努力でしょうみたいな、そうなる、結構きつい話になってくるってことですよね、うんうん、で聞いてて大した歓迎されないしね、私にもできないのになってる。それなら嫌われる人増やすより、まあ好かれる人増やした方がいいから運がいいんだよね。確かにそうだな、まあ、両親に感謝も良い人じゃないですか。確かにそうですよね。だからとにかく皆さん手っ取り早く早く簡単な方法をなんか手に入れたがってるじゃないですか。ないないですよね。それは続かない。ないし続かない、うん、確かに確かに、うん、やっぱりこう長きにわたりこうずっと成功され続けてる方はやっぱりそんなのないってやっぱ皆さんおっしゃるんですけど、まあ結果やっぱりこうないっていうことが今日ね、あの井上先生からもね、あの直接聞けたのでね、皆さん簡単な方法はないよっていうのがまず一つ、ね、皆さんだから出版社の人と話してる時に、まあ結構有名な編集者の人と、うんうん、はい、なんで僕こんな本出していけんですかねって話を僕は聞いたりすることがあるんですよ。はいはい、まあ、仕事がしやすいっていうのもあるけど、先生って例えば会わないと本だけで読んでるとすごく優しく書いてるから、うん、あこういう感じなんだなと思うでしょ。けど先生と話してると先生の話ってものすごく深いですよね。ものすごく考えられて深いっていう、うん、この深さにみんな最終的にはどんな本でも作れそうだなって思うんですよ、うん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 、これがなんか実は違いですよねという。でも本当にいろんなジャンルの本書かれてますもんね。いろんなテーマで書かれてるじゃないですか。あのテーマ限定したら冊数できないからね。ですよね。テーマは無限にやっぱり、まあテーマが無限にな、あの書いてもいいイメージの著者になることが大事。本をたくさん出してる。この人だったら、あ、これもできる、これもできるって会話の中で、たくさんのタイトルを想像させる著者にならない。そうですよね、うん、いやそこがすごいやっぱりたくさんね、あの15年で80冊も出される秘訣なのかなと思いまして、タイトルがまず、まあ、自分でも覚えてないけど自分でも覚えてないんだけど、そういうイメージさせる力がすごく大事。そうですよね。もう井上先生だったらこれも書いてほしいとか、こういうことも書けるよね、時間術書けるよねとか、ブランディング書けるよねとか、
ねえ、もちろんその本業の方も書けるよねとか、何でも書けそうですもんね、今日聞いてるだけでも。そういう感覚を持たせられることがすごく大事、たくさん本出す。なるほどですね。いや、これなんか今、これからね、それこそ、いろんな仕事をしてたりとか、パラレルキャリアでいろんな肩書きを持って活動してきた人もたくさんいらっしゃると思うんですけど、なんか、どんな仕事でもやってそうとか、どんな本、テーマでも、この人は講座ができそう。そんなイメージを持たれるような、やっぱりね、自分っていう作り、自分作り、自己プロデュースっていうのもすごい大事になってくるのかなとか思ったりしますね。それと同時に、この人ってこの柱はしっかり持ってるっていうものがあった。うん。そうですよね。最初のね、お話戻ると、その本業の価値を作るってところで、本業でまずしっかり結果出せって話がありましたけれども、まずちゃんと本業でしっかり力を出すってところが大事ってことですね。っていうのが大事。うん、そしてその上でいろんなものができそうだと言ったら、あ、この人はしっかりしたものの考え方と行動と結果を出せる人で、しかもこういうこともできる。うん、だけど、こういうことってこういうことに本業とこう関連してるから、だから本業もすごいんだなっていうふうに、全部関連付ける。印象は大事。なるほどですね。うん、あと一つのものを見たときに、二つ三つ違う角度から見れるような話し方ができるということも、ああ、なんか違うんだな、この人って思ってもらうために必要ですよ。確かにそうですね。今日もなんかその比喩表現の中で恋愛にね、しばしば例えられるシーンがありましたけれども、うん、ああいうのも多分今日すごい女性の方とかも視聴者さん多いので、すごくやっぱイメージに残りやすいですし、あ、そういう恋愛に例えると、なんかね、その発想も変わってきたりしますし、理解度が深まりますしね。すべては恋愛で例えられるから、うん。あ、ちょっとこれもう恋愛で例えられない。恋愛で例えられない関係の本話って一つもないです。うわあ、これちょっと井上先生の恋愛トークも次回聞いてみたいなみたいな感じで思いますけれども、いや、でもそれだけ恋愛っていうのはすべてが詰まってるってことですよね、きっと。恋愛に例えると。そうですね、物事交渉するのにさ、例えばいきなり欲しいもの売らないでしょって僕は言うわけ。確かにそうですね。例えば彼女を付き合うんだったらお食事でもどうですかとかって、うん、まずお食事か、もしくはもしよかったら LINE でもできないですか、もしくはちょっとドライブでも映画でも行きませんかって、ちょっと距離伸ばすじゃないみたいな、うん、はい、君たちのやり方できないレイプじゃない、はい、全然手出せないねって言うとみんな、うん、そっかみたいな、なんか売ることなんか焦っちゃいましたみたいな。確かに確かに、目先のね、はい、言葉ばっかり、目先の、うん、そういうやつ嫌われるじゃんみたいな。確かに確かに。恋愛に嫌われないみたいな。まあ、ベビーステップだよね、みたいな。と一緒だよって言うと、みんななんか分かりやすいんですよ。いやー、これなんかあれですね、本当に井上先生、恋愛本も書けそうだなっていう感じで。まあ、まだ恋愛系の方は。恋愛に届いたマネジメント本書けるかもしれない。あ、そうですね。はい。コミュニケーション本だったりとか、ビジネスショーっていう領域で。うん、いやー、面白いですね。なんか本当にこういろんな知識、幅広い知識とユーモアと鋭い角度でのね、お話っていうのがちょっと、割とこの今回の対談のシリーズの中では、また井上先生は一風変わったキャラクターのね、先生なので、より今日見ていただいている方々も、はい、刺激的なんじゃないかなっていうのは、すごく感じてるんですけど、いや、でも本当にね、やっぱりこう、やっぱいろんなことで結果を出していくための秘訣であったりとか、やっぱり、まあ、自分でね、努力する方法とか、その諦めない方法とか、うん、なんかいろんな要素が今日、ぎゅっと詰まったお話が、たった1時間でできたのかなと思った。あっという間にもう1時間経ってるんですよ。内容濃かったと思う、結構。いや、相当濃かったと思います、これ。これだけで、ちょっと、本を書けるというか、膨らまして本書けるんじゃないかなっていうのは、ちょっと今日思いましてですね、相当深いテーマで、お話いただけまして、本当にこう与えていただいてありがとうございます。いえ、どうでもないです。いや、本当に僕もですね、ちょっと、まあ、2冊目の本になるんですけれども、はい、自分自身、ちょっとこれから作家として、まあ、本をね、はい、もっともっと書いていけるような人間になりたいなと改めて感じましたし、はいはい、僕のちょっと本のテーマが、まあ、やりたいことと経済的な自立を両立していこうというのがテーマになっていて、まあ、まさに井上先生が今日おっしゃっていただいたね、本業の価値をしっかり作って、そこでしっかり、まあ、金字塔というか、一つの柱をちょっと作って、で、さらにやりたいこともやりながら、それがね、まあ、お金に直接的にもう結びつくかどうか別としても、とにかく好きなこともやっていこうみたいなことをすごくテーマに打ち出している本なんですよ。うん、はい。なので、だけど、まあ、本業がしっかりあって、そこで例えばある程度経済的な最低限でもいいんだけども、はい。確保ができていると、他のところをね、まあ、カスガスせずに余裕を持って、まあ、なんかやっていくことができるわけ。そのガツガツしない余裕を持って、周りもちゃんと勝たしてあげようとか、周りも稼がしてあげようっていう、その余裕が自分に最終的には返ってくる、ね。
だけど余裕がないと そこでも撮りたくなる、ここでも撮りたくなる、なんかアイスでやってるとさせこいよなみたいな、なんか自分のことしか考えてないよなっていうとうまくいかないんだよね。だからそういう意味では基盤を作っとくと意外とだからおおらかになれる、他の人と違う立ち振る舞いがそこでできることによってさすがだなって、もしかしたら経済的な側面じゃなくて人間の価値が上がることによって次には経済的な側面に逆に返ってくるかもしれない。いや本当そういうことなんですよ。いや素晴らしい言語化ありがとうございます、うん、僕自身の人生でもまさにそういう経験をしてきてですね、うん、本業があるからこそ音楽活動とかにもしてたりするんですけど、そこでやっぱりなんだろうな、その真心を持って接することができますし、なんかある種お金儲けでやってなかったりするので、そこから来る、まあ、ある種ぐるぐる回って循環装置ができてですね、本業にお客様が来ていただくっていうことが、まあ、自動的に、まあ、なったりするんですよね。なのでやっぱりこう余裕があったりとか人に与えれる自分っていうのをまずしっかり造形した上でやりたいことをやっていくことに、まあ、よってまた本業に帰ってくるみたいな、そういう循環みたいなものがやっぱりできるのかなと思っていてですね、まあ、そんな生き方とか働き方をこれから推奨していこうかなと思っていてですね、素晴らしいと思います、はい、ありがとうございます。本当に嬉しい、なんか井上先生に素晴らしいトレード、めちゃめちゃ自己肯定感がありますね本当に。いや、だから僕も自分の勤務してるスタッフに井上しかに基盤を置いて自由に、うん、まあ、遊戯取ったりしながら遊びながらもう一つの生活の基盤、二、うん、つの基盤の何かビジネスを始めたらってよくスタッフに言います。あ、そうなんですね。いやすごいそれ心広いですね、それは井上先生も。だって別にその方が帰って俯瞰して客観的にいろんなものを勉強してきた方が自分の病院に帰ってきます、うんうん、そうですよね、うん、そうだと思うんです。他で勉強したことがまた本業に生かされてきますよね、やっぱり。そうそう、だから基盤一つ持とうよって、働く基盤をね、場所の、うんうんうん、あとは自由にやろうよって、うんうんうん、それぞれの人生がやりたいことをやれるような、まあ、病院にしようよっていうのが僕のスタッフに話してること。いやー素晴らしいですね。もう本当に井上先生の歯科クリニックにも就職したいっていう人も増えるんじゃないかなって今話なんですけど、やっぱりこう基盤を作っていくね、そうですよね。そうそう、いやもうぜひ聞いてる方とかはぜひぜひね、うん、そういった資格を持ってる方はぜひ、はい、基盤をまずちゃんと持って、それ以外はもう自由にやっていこうっていうスタイルが本当にこの今の時代に沿ってぴったりかなって思ってるので、まさにそういう真髄を、はい、僕もちょっと本に今回書かせていただきましたので、うん、ぜひ出来上がりましたら井上先生の方にまたちょっと、はい、帯広の方にちょっとお送りさせていただきたいと思いますので、はい、ありがとうございます。ぜひ、はい、よろしくお願いします、はい、いや、はい、本当に今日はですね貴重なお時間をいただきましてどうもありがとうございました。そしてね、ご視聴いただいた皆さんを本当にどうもありがとうございました。はい、今日の、はい、ゲストは改めて井上博之先生でした。どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。